こんばんは本日はお金の増やし方第5回目として、えー、民間のカードローンについて考えていきたいと思います、えー、前回のお話でですね、まあ、極力債務を少なくしましょうという風な話をしました、えー、債務というのは、えー、家計においては麻薬みたいなもので一度借りるとですねまあ、急にお金が手に入りますので、えー、まあ一時的にお金持ちになった気分になって 普段買えないようなものでも、えー、買えるような、えー、錯覚に陥ってですねで、えー、借金が膨らむというふうな感覚がないままに高い買い物をして、えー、それがですね毎月ののの支払いいの中にのに含ままれるることとで家計を圧迫すすう風になりますでそこには利息もつきますのでその利息分がさらに重みを増してきてですね、えー、収支が合わずになって さらに借金を繰り返すと債務を繰り返すというふうな形で雪だるま式にですね、えー、借金が膨らんで、まあげの果てはまあ債務整理のような形を取らざるを得ないというふうな話をさせていただきましたでまあ私たちが陥りがちな借金ですねでまあこれはあの制度として借金を認めているというところになるので、まあ、あとはもう個人の裁量で判断して えー、借りるまあ、自己責任で借りるしかないんですがまあ、じゃあ一体ですね、えー、どういった、えー、貸し付けというのが民間にはあってどういった危険性を含んでいるかというところを、えー、考えてもらいたいと思って今日お話をさせていただこうと思いますで今日お話しさせていただこうと思うのは民間の貸付けの中でも2つで1つは消費者金融による ローンですねこちらをまずお話しさせていただくのとあともう一つはですねクレジットローンについいいててお話しさせていただこうと思いますで消費者ローンっていうもののまあ要は危険性ですね、えー、まあ正直言えば消費者ローンに手を出さないなるべく出さないようにするというのが、まあ、家計を健全なものにする上では かなななり重要なものになってきます逆を言えば消費者ローンに手を出してしまうと後々の家計がかなりとんでもないことになる逼迫してくるリスクを持っているというふうなことにはなってしまいますじゃあ消費者ローンってどうして皆さんがすぐ手を出しやすいかっていうと1番目はまあ口座を持たなくていいというところになります。口座を持たなくていいというととうころは まあ要は手間が省けるとというところですよね銀行のローンとかであれば口座が必要になりますがそういったものをもう作れずにすぐに、えー、借りる手続きに入ることができるというふうになります。で2番目の特徴はスピードが速いというところです。スピードというのは審査のスピードですね。えーまあ、最短で1時間とか言いますので要はお金がないな。 お金が欲しいなって言った時に、消費者ローンに駆け込んでお金を借りる手続きをすれば、もう1時間後には必要なお金が手に入るっていう風なところがまあ特徴的ですね。なので、まあ頭の中に1回ですね。インプットされるとお金がない。どうしよう。あ、消費者ローンに借りればいいやっていう風な気持ちになってしまうんですよね。で、まあ皆さん分かってるわけです。利息が高いこととか将来的に負担がある。 でも未来はなんとかなるよっていうちょっと楽観論が働くので、どうしてもそこで踏みとどまることができないっていうのがマークジュンカンの第一歩目になってくるのかなというふうに思います。で、あとあの甘い言葉というのは無利息期間っていうのもあるんですよね。基本的にその利息は高めに設定されてるんですけども、例えば30日間であれば利息がかからないというふうなうい文句で。 お金を借りてもらおうってする消費者金融というのは、えー、多く存在します。まあ、そうするとですね、あのー、まあ今度の給与で返せばいいやとか、まあ三十日以内だったらなんとかちょっとバイトでもしてお金を返せばいいやみたいな気持ちに陥ってですね、ついつい借りてしまうというふうになります。総、え、量、ー、規制というのがあってですね、ある一定の金額 例えばその人の年収に対して3分の1しか借りれないとかその、えー、量の制限はもちろんあるんですがそれでも300万の人でも100万円借りれるわけであって、えー、200万円の人でも60万高収入で1000万あれば300万借りれるわけですよね。そうなってくると借りるときはたくさん借りれるんですけども借りたお金は返さないといけない。 で返すのに利子をつけて返さないといけないのでこれがまあ首を絞める要因になってくるわけですで利子は基本的に高めに設定されていて、まあ、安いもので3%、まあ、高いものであれば18%ぐらいの利子が取られますでまあ安ければいいというのはまあ確かにそれは一理あります。 えー、少ない金額を安い金利で借りてそれを無理なく返せるっていう風な自分の判断が持てるのであればそこをですね無理して借りるなっていうことはないと思いますまあ、これが本当に、えー、さっきに申し上げた通り制度としても成り立っているわけですのでそこを利用して何かをしようというところに関しては特にこう 止めるところはないんですけども利率が大きくて大きな額を借りようとするとやはり自分に負担がかかってくるんですよねで自分の稼げる収入っていうのは頭に入れとかないといけないですでひょっとしたらその会社とかまあ、自分で経営している方であったとしてもそれが、えー、安定な状態で、えー、その先まで続くかっていう保証はないわけですよね そういった意味で、えー、消費者金融には極力手を出さないあの皆さん分かってはいるんですよね分かってはいるし、えー、危ないものなんだろうなっていうふうに思うんですけどもやはり、えー、目先のお金が必要になってくるとすぐにお金を借りれるっていうところに、えー、魅力を感じてついつい手を出してしまうというふうになってしまいます。えー、消費者金融は もうなるべく手を出さない。まあ、ここはあの一つ覚えておいてほしいと思います。でもう一つあるものの一つがクレジットカードっていうのがあります。でクレジットカードはじゃあ危険なのか安全なのかっていう話になったときにそのですねまあカードの種類とか払い方が鍵になります。 でまあ、基本的にはですねクレジットカードも3種類種類があって普通のクレジットカードあとはデビットカードあとはプリペイドカードというのがありますでクレジットカードは、えー、借りた翌月とかに、えー、お金が引き落とされるっていうふうになりますなので8月に使った分が例えば9月に引き落とされるとかですねなので遅れ後払いということです でですので、まあ、安定した収入がずっと続く限りはあの1ヶ月後に支払うだけなので、まあ、それはあの自分の中で、えー、管理ができていればですね特別危険かっていうと、まあ、そうではないかなというふうにも思います。あとデビットカードっていうのはもう即払いのシステムなんですよね、えー、お金をデビットカードを使って払った瞬間にもう自分の口座からお金が引き落とされるようなシステムになってるので。 要はもう使える金額はまあ自分の口座に入っているお金だけなのでまあ危険性ととしてはもうかかななり低いかなと思い思ます要はあの持ってるお金単純にその電子マネーで買ってる感覚ですよねデビットカードは今あの PayPay ペイペイとか LINEPay とかまあそういった電子決済で払う人が多いかと思うんですけどもまあその一種かなっていうふうな感覚でいれば。 デビットカードももそんなななに危険性がいいかなとも思いますで最後プリペイドカードですねプリペイドカードっていうのは、えー、一定のお金をそこにチャージしてそこから払いますという風なシステムになりますなので例えばイオンがワオンみたいなのがありますよねワオンにお金を入れてそこからこう、えー、買い物をした時に和ンって鳴いてそこからお金が落ちていくなのでそこに入っているお金以上は使わないので これも自己管理ができるという意味で危険性は少ない。じゃあクレジットカードは安全なのかっていうと一つ危険なのがあってあの普通のクレジットカードの払い方一括払いはいいんですよ私が思うになぜかっていうと翌月に,前,に前の月に買ったものを単純に後払いで買うだけだから。 ただリボ払いっていうのは分割払いなわけですよね。なぜ分割払いだと危険かっていうと、一ヶ月の負担は低くなるんですよね。ただしそれが続くわけです。そうすると感覚的にあの何回も使っちゃうっていうのはですね。例えば一万円のを二千円で五回払いって言ったら、あ来月二千円さえ払えばいいんだって思っちゃう。 そうするとその金額が少ないから記憶からそんなに大きいものとして残らずに消えてしまってまた同じようにリボ払いをするとそれが積み重なって額が大きくなる危険性があるわけですよね。でリボ払いは分割払い、まあ、要はあの遅れて支払うことになるので金利が高くなります。まあ、15%とかでで、設定されてたりもするので要は、 リボ払いの月数を長くすれば長くするだけ実際の値段よりも高い金額になりますですのでリボ払いも消費者金融と同じような危険性を持っているというところになるのでこちらもかなり危険なお金の借り方というふうになりますで今日まとめますとですね消費者金融は クレジットカードは全額払いであれば丸リボ払いは×デビットカードであれば丸プリペイドカードであればこちらも丸というふうになります。ですので、まあ、お金が足りないって思う方とか、まあ、カードは便利だなって思う方で使うことをあの否定してるわけではないというところです。 債務は極力少なくって言ったのは債務にもいろんな借り方があってその借り方を間違えなければですね支出として自分の収支の表の中の債務っていう項目支出の債務という項目これ固定費にあたりますけどもこれを大体どのくらいにしておけばいいんだっていう頭の中で認識があればですよあればこういったローンを組む。 カードを作るこういった貸付を受けるということが悪いということを言ってるわけではなくてですねししししっかりとと自分でで考えなななががらら管理借金をしましょうというい話です、まあ、それができればですね、えー、うまく貸付を利用してですね自分の収支のバランスを考えることができるのでそこを謝らないでください。 まとめますとカードには、えー、まあ消費者金融と、えー、クレジットカードの今日は話をさせていただきましたが消費者金融には手を出さないそしてクレジットカードもですねリボ払いには手を出さないもう一括で払いましょうもしくはデビットカードやプリペイドカードといったもので、えー、代用しましょうというふうなお話になります。 え皆さんあのこれは前回の債務は極力少なくという話に連動してお話をさせていただきました繰り返しになりますけども自分の家計の収支の状況を自分がしっかり把握しておくことがお金を増やすための一番のポイントになってきますですので今日お話しさせていただいた債務についてもですね、まあ、ある程度頭の中で理解をしていただいて、えー、自分の収支の中の固定費の 債務がどのくらいあるかをしっかり理解した上でですね、毎月の家計の管理をしていただけたらと思います。今日は以上になります。